ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がフェラーリカリフォルニア T 2017年式8800キロこちらの車両になります。過去何度かカリ T はご紹介させていただいてますけれども、今回ご紹介させていただく個体はスペシャルなオプションが入ってるんですよね、はい、その名もハンドリングスペシャルという、はいはい、基本的にこう走行に関するオプションって、うん、あんまりこうフェラーリってないじゃないですか、うん、そうですね、はい、ただそのハンドリングスペシャルに関しては、だいぶこう走行に影響するオプションなんですよね。そうですね、オプションになりますね。で、私あのハンドリングスペシャル乗ったことがないので、今回その辺を重点的に説明と試乗でお届けしたいと思います。はい、でまず外観からバババッとチェックでいいですか。はい、域としては名車の域になってるカリフォルニアなんで、見慣れてる方はただ多いと思いますからね。はい、そしてあのいろいろ資料を見てびっくりしたんですけど、うん、本当かどうか分からないですけど、うん、これカリティってカリフォルニアのビッグマイナーになるんですか。うん、どうなんでしょうね、ビッグマイナーの位置づけ。ウィキペディアにはそう書いてありました。うん、まあ、30で、まあ、マイナーチェンジして、はい、まあ、ビッグマイナーとしてカリティになったっていうことなんですけど、あ、まあ、基本的にデザインもエンジンも全然違うんですよね。はいはいはい、で、まあ、この後紹介しますけれども、はい、エンジンもなんかフェラーリの F40 以来の20年ぶりぐらいのターボエンジンの一番最初の車なんですよね。はいはい、今結構フェラーリって言ったらこうターボのシリーズいろいろ出てますけども、ねはい、一番走りの車ということです。はい、そしてデザインもこの何ですか、250GT でしたっけ、はい、カリフォルニアの昔の、はいはい、あれをちょっとこう、まあ、全然違うんですけど、うん、雰囲気感じますよね。まあ、感じますね。前のカリフォルニアに比べたらってことですよね。そうですね、はいはい、なんかちょっとその辺の雰囲気を感じる、うんうん、このこんな前回りということで、はい、まあ、かっこよくないですか。まあ、デザインはね、古さを感じないというか、やっぱ雰囲気ありますよね。そうですよね、うん、もう年式それぞれまあデザインありますけど、はい、本当に古さを感じないデザインじゃないですか。はい、そして早速横に回ってっていいですか。はい、あの私知らなかったんですけど、はい、標準19なんですね。標準19なんです。19インチって結構出てないと思いますけど、見たら、ですよね、見たら結構やばいですよ。ちっちゃいですか。ちっちゃいというかちょっとね、寂しい、本当寂しいですね。うちの在庫車両で並ぶっていうのはほとんどないですよね。19インチって見たことないんじゃないですかね。ですよね、はい、というわけで今回はオプションの20インチ単造ホイール、はい、こちらのホイールが装着されて、はい、でタイヤの方はミシュランのこれ新車装着のやつですよね。16年そうですね、はい、そうですよね。こちらが装着されてます。サイズの方が245-35-20ということで、そしてキャリパーが黄色ということでいろいろありますけども、はい、今回の車はこんな感じになっております。はい、で足回りがハンドリングスペチャーレでかなり変わってるということで、はい、でまずこの自制流体のダンパーがついてるんですけど、はい、フロント 16%、はい、この後紹介しますけど、リア 19% ハードになってるらしいです。はい、だからより乗り味が硬くなってる、はいはい、でそれによってロール角なんかも 7% ぐらい減少してて、うん、ロールの速度も8.5% ぐらい低減してるってことです。はい、もうその数値化してるのがすごいなと思ったんですよ。あ、そうですか。はい、だってもともとカリフォルニアから T になってから結構やっぱ硬くなってるじゃないですか。まあ、さらに硬くなってるんで本当にスポーツ寄りになってきますよね。はい、そしてなんか海外のレビューだとなんかハンドルがクイックすぎとかっていうレビューもいろいろあったんですよ。カリ T 出たての頃って、はいはい、それがこのハンドリングスペチャーレでよりこうステアリングもシャープになってるんですよね。はい、だちょっと大丈夫かなと思ってるんですけど、いや、まあ、そこはねちょっと今回試乗もありますんで、はい、というわけでこの後乗ってみたいと思います。はい、そしてあとはもうさすがのデザインでございます。はい、そしてルーフも当然のこのオープンになるタイプ、はい、これが14秒で開閉ができるタイプのルーフになっていると。はい、そしてもうバババでいいですか。はい、後ろもこんな感じで同じように今日は試乗メインですかね。そうですね、ハンドリングスペチャーレメインです。はい、メインです。はい、カーボンセラミックのブレーキになっております。はい、そしてあとはあのフェラーリのこの屋根が開くフロントエンジンのモデル、うん、共通なんですけど、後ろちょっとこうお尻が大きいですよね。大きい、大きくないですか、ここがこうこう。あ、そうです。そんな、はい、まあ、今もイメージなかったですけど、ね、なんかすごくうまくデザインはされてるんですけど、やっぱり、はい、結構サイズ感を感じるなっていう、はい、こんな感じで。そして後ろに回っていくと、あ、肝心なところを忘れてました。何ですか。このハンドリングスペシャーレって何回も言ってるんですけど、はいはい、これ外から見ても違いが分かるんですよね。なんとあの外観にもハンドリングスペシャーレの違いがありまして、フロントのグリルの色が違うのと、あとテールランプじゃない、テールのこのこれが黒くなるのが、ここがここです、ここ、はい、あ、マフラーがね、はい、マフラーの出口がマットブラックになるのがハンドリングスペシャーレらしいです。はいはいはい、あ、それはね勉強になりました。マフラーの音が変わるんだもんね、ハンドリングスペシャーレ。そうですね、マフラー自体も違うってことなんで、うん、それがなんかサイレンサーが変わってるっていうことです。ハンドリングスペシャーレでマフラーの出口の色、はいはい、ただ塗ってるケースもあるんで、あるよね、分かんないですよ、ね、分かんないね。でちなみにフロントのグリル自体はなんかマットのシルバーになってるということで、うんうん、そしてテールランプも
カリディとちょっと変わって、はい、ウィンカーとバックが内蔵になったんですよね、はい、そしてあとディフューザーの形状なんかも変わってると、はいはい、そのまま開けちゃっていいですか。そしてトランクを開けると結構重たいですよね、はい、そしてパワーじゃないんで、はい、まあ、ちょっとこの高さもありますし、はい、女性の方だと大変かなと、うん、そしてトランクの方が204リッターということで、これ下げると204リッターということですよね、はい、そしてこれ上げて、まあ、ルーフがこの閉まっている状態であれば340リッターということで、はい、ゴルフバッグの小島チェックをしてみたいと思います、はい、これあのトランクスルーになるの前提ですよね。もうそうですね、トランクスルーもここでなるので、はい、していただければ、はい、後ろの座席が倒れてこんな感じで、はい、はい、行けちゃうと。そしていただければ、まあ、ゴルフバッグも。そうですね、ちょっと入れるのに、はい、細い方から段差があるんですよね、うん、入れていただく感じで、ということでこんな感じで、こんな感じですね、まあ、長物も詰めちゃうと、はい、まあ、ゆとりがあるというのはちょっと言えないですけどね。フェラーリ の, そのホームページなんかにも書いてありましたけど、うん、本当に GT カー、はいはい、日常使いができる GT カーっていうことで、はいはい、今まで の, そのフェラーリのユーザー層の車の使い方とは全く別の車だっていうふうに書いてありましたので、うんうん、まあ、日常使いも結構いけるのかなと、はい、こんな感じのトランクになっております。そして話はだいぶ脱線するんですけども、はい、小島さんこれ、はい、馬が途中で去勢を受けてるっていう去勢ですね、はい、性転換手術を受けてるらしいですよ、はい、ですね、僕も最近まで知らなかったんですけど、さっき聞いてねびっくりしました、はい、なんか2000年ちょっとぐらいから、はい、なんと馬のこ の, あの股間のもっこりがなくなってるっていうこれエンブレムわかんないですけど、うん、横 の, あのスクーデリアの黄色いやつはもっとわかりやすく、うん、こう出てるってことなんですけど、ね、種馬じゃなくなっちゃったのねらしいです、はいはい、この真相はもう誰もわかんないです。いろいろ調べたんですけどそれも出てこなかったんで、うん、なぜ変わったか、去勢されたか、そうですね、それ詳しい方いらっしゃいましたらコメントいただきましょう、うんうん、続いて内装を見てみたいと思います。内装の方が今回インテリアからロッソフェラーリということで、はい、定番の赤のインテリア、はい、ただダッシュの上のところは黒というか、うん、そこね真っ赤なところがありますけどね、ここはやっぱり運転をかなり配慮される、結構真っ赤かの個体も少なくないですけど、うん、結構反射しますよね。結構皆さんいらっしゃいますよね、反射するっていうのが結構きますね。なんで今回はこの上の部分が黒で下の部分がこのロッソフェラーリの赤ということで、非常にこう華やかであり、まあ、運転席から の, この視界もあんまり妨げない、両立しているインテリアかなと、はい、そしてシートの方は電動シートで、シートヒーターも今回ついているということで、はい、まあ、その辺の装備もしっかりついていると、はい、そしてあとは定番のカーボンのセンターブリッジもついてますし、あとはシートの方はフルパワーということで、はいはい、であと細かいところではあるんですけど、バックカメラとあと前後のコーナーセンサーなんかも、はい、ついてるということで、あんまりついてない個体もないですよね。いやでもバックカメラって僕も一回そのカリフォルニア T を新車で納めさせていただいたときにオプション設定したんですけど、カメラで30万ですよ確か。あ、そうなんですか。そうです、高いんですよ。だから純正をつけないで車外でつける方もその当時は結構いらっしゃいましたね。あ、なるほど、はい、というわけで今回の車は純正のバックカメラがついてると、はい、こんな感じになっております。続いて乗ってみたいと思います。もう失礼しますって感じなんですけど、はい、乗り込むとこんな感じで、乗りやすさどうですか。いやもう最高です。そうですか。で毎回思うんですけども、フェラーリちょっとシート硬いですよね。硬いですね、はい、沈み込まないですよ、はい、で背中も僕猫背なんで、うん、押し出されてる感あります、うん、長時間乗るとちょっと背中僕はあんまりこう合わないかなって感じはします、うん、ただもう最高です。このレザーの匂いが最高じゃないですか、うん、独特の匂いしますよね。しますよね、はい、そしてステアリングはこのカーボンのステアリングになってて LED のこのここがついております、うん、そしてパドル別なんですね。パドル別ですね、知りませんでした、はい、パドルもカーボンになっててメーターのここもカーボンになってて、はいはい、そしてあとはメーターがレブが黄色のタイプに今回なってるということで、はい、ちょっとこのエンブレムと色が合ってる感じがします。結構だからその家キャリパーと合わせる人多いですよね。なるほど、はい、フェラーリ定番のベタベタ問題ちょっと正直レビューしますね。もうどうぞどうぞ。いやいや、ベタベタが始まっております、はい、ただ全然使えます、はい、引っかかりもしないです、はい、ただこうちょっと将来が心配になる感じの質感に。いやでもね、直せないことないんで。そうですね、はい、そこは問題です。将来的にもしかしたらちょっと修理というか塗り直しですよね。塗り直しですね、が必要になるかなと、はい、で最近のなんか一番新しいフェラーリはもうそれが改善、うん、解決というより改善でしょうね、多分改善してるんですよね、はい、というわけで、まあ、独特のこの質感はやっぱりこの年式ならではなんですけど、はい、まあ、ちょっと耐久性に関してはまあ、将来的にやり直していただく。そこがさ、プラスチックだとちょっと質感ちょっと残念な感じしない。あ、確かに、うん、圧倒的に質感は全然こっちの前 の, の、うん、絶対いいと思う、はい、うん、プロテイン塗装の方が全然いいんですよね、うんうん、
でなんかさっきカメラマンに教えてもらいましたけど、このサイドブレーキのこの、うん、ここ、うん、これ今パーツで撮るとこの色が出ないんですか、うん、で言ってましたね、はい、なんか全部真っ黒になっちゃうということで、うん、ここもややややただ貼り付くほどじゃないです、全然使えます、うん、でシートのここも全然まだ大丈夫です、うん、はい、というわけでこんな感じのインテリアになっております。そしてこっちターボエンジニアディスプレイでしたっけ、はい、こちらが、まあ、インフォメーション的なのがプラスアルファで出ると、はいはい、こんな感じになっております。これいいっすね、なんか溶け込んでて、はい、なんか後からつけたこう追加メーターじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとエアコンの吹き出しに並んでこれなんで、うん、あんまり違和感なく、エアコンに関してはこちらのデュアルの定番のタイプ、はい、そしてこのセンターブリッジもカーボンになってて非常に豪華でございます、うん、そしてルーフのオープンクローズやりますか、これ試乗の時でいいですか、試乗の時でいいんじゃないですか、はいはい、そしてこの、はい、アームレストの中はこんな感じで割と深くて USB と、はい、シガーソケットがこんな感じでついております。 ETC もそこにありますよね。あ、 ETC もこの中ですか。あ、 ETC もここですね、ここについております、はい、そしてペダルに関してはもう定番のこのアルミですよね、これアルミですね、はい、はい、フットレストのでかい、そしてブレーキが若干こうセンターより右側かなと、うん、はい、ただ乗りやす乗りにくさはないのかなと、はい、いつもの感じです。そしてピラーに関しては改めて乗るとめちゃ太いっすね。太いですね、カリディのピラーって、はいはい、レザーのこのピラーでバイザーも、いやこういうとこじゃないですか、フェラーリの良さ、イタリア車の良さ、バイザーフェッチのね、はい、でちゃんと裏側だってこのスウェード調のレザーになってて、はい、ステッチも、うん、あ、で今回このステッチもあれなんですよね、オプションなんですよね、うん、オプションです、この白いステッチとこのヘッドレストの白い刺繍ですよね、はい、はい、こちらもなっております。そしてこの天井もこのタイプの天井なんでめっちゃしっかりしてるんですよね、うん、何度か乗せていただいてますけど、遮音性も改めてちょっとチェックしてみたいと思います。でこの横側だけあれですよね、骨組みが入ってる関係で少し柔らかいファブリックに、はい、なってると、こんな感じになっております。続いてリアシートは小島チェックお届けしたいと思います。罰ゲームですよこれ。でも上は結構いけてない。いやいや頭当たってます、当たってます。小島さん身長170ちょうどぐらいですか、はいはい、というわけで170ぐらい、僕がだから乗ったらもう首がこう曲がっちゃう感じ。そうですね。でも小島さんでもシート戻せないですよね、それ無理ですよね。ちょっと待って待って待って、はい、待って、いやいや、あ、戻、一応戻る、あ、戻ります、当たると戻る。ただもうとても乗れたものじゃないということで、イメージ的には911のリアシートって感じですか。リアシートですね。でも、はい、一応この前オーナーさん、私担当しているお客様なんですけど、はい、お子さん2人乗せて、あ、なるほど、まあ、買い物だったりは行ってたみたいですね、はい、なるほど、はい、で大人はちょっと厳しいですよね。厳しいですね。そもそもでも大人乗ってるとこ見たことない。そうですね、はい、あとこれ、ここの、あ、そうですね、ハンドリングスペチアレの、そこにエンブレムがつくのがハンドリングスペチアレの証ということで、はい、こんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が先代カリフォルニアから少しだけダウンサイジングされてターボになってるんですけど、ね、はい、で排気量の方が 3855cc、はい、よく 3.9 リッターって言うんですけど、はい、結構足んないですね。あ、まあそうね、その数字はね、はい、3855cc の V8 ツインターボということで、馬力の方が、もう仙台比からググッとアップして560馬力、トルクの方が77キロ、770ニュートンですね、うん、でトルクの方がなんかトルクピークが4750回転ぐらいがピークらしいんで、うん、割とこうトルクもりもりの、まあ、ターボなんて当然だと思うんですけど、うん、エンジンになってくると、で、あのレブの方が割とこう抑えてあるんですよね、うん、あのもちろんNA の458だと9000回転、はい、488だと8000回転、はい、でカリディだともう少し下がって7500レブということで、うんうん、あのすごい回せるエンジンじゃなくなってるんですけど、うんうん、やっぱりそういう日常使いとか、うん、おそらく考えられてるんじゃないかなと、うん、でこれエンジンがなんかクワトロポルテ GTS のエンジンがベースらしいですよ。あ、マセラティのね。そうです、はいはい、あれをちょっとこう排気量を少しボアップして、はい、なおかつあのクランクをフェラーリ定番のシングルプレーンの、はいはい、クランクにしているということで、うん、その辺で全く別のエンジンになっているということです、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、はい、マックス316キロですよ、はい、日常使いとか言ってんのに300キロですよそう、ね、なかなかイカれたこのスペックですけど、ね、で0-100の方が 3.6 秒ということで、はい、でこれよくいろんなレビュー見たんですけど、はい、ターボだけどターボっぽくない走りが、うん、割と NA みたいな気持ちよさがあるっていう風にいろいろ書いてあるのがあったんですけど、それなんでなのか、設定なのかな、やっぱりそれっていうのはなんかバリアブルブーストマネージメントって言って、うんうん、なんかそのギア比によってエンジン細かくその調整する機構が入ってるらしいです、うんうん、トルクの配分なんかも全部調整するようなそのセッティングがされてるそうです、うんうん、で細かいところで言うと1速から3速はあのブーストがマックスかかんないようになってるらしいです。60キロまでしかかかんないらしい。で7速だけトルクマックスの77キロかかるようになってるらしい、うん、
だからそういう乗り味なんだね。でまあ低速で要はトルクが太くなりすぎない、うん、ブーストかかりすぎてこう挙動がこう極端な挙動にならないように、うん、NA の挙動に近づけてあるっていうセッティングらしいです。それやっぱりそれを知ってて乗るのと乗らないのと全然違うよね。だからもうクランクでまあ全然違いますけども、うん、フェラーリのだからターボのエンジンでも全然違いますよね、うん、他のターボのエンジンと、うん、でまあその辺もあっていろいろやってあるのプラス、うん、あのエンジンの搭載位置もなんか40ミリぐらい下げて、うんうんうん、低重心化も図られてるってことで、うんうん、もう確実にこういろんなところが進化してる進化してるね、はいはい、こんなパッケージになっております、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、ちょっと外で紹介するのを忘れちゃったところと、はい、あとハンドリングスペーシャルのところ振り返っていいですか、はい、外の忘れ物はですね、はい、あのプロテクションフィルムを貼ってることを紹介し忘れました、はい、前回りが貼ってあると貼ってあります、はい、ということで、まあ、これから乗っていただく方にもいいのかなと、はいはい、そしてハンドリングスペーシャルのところもう一回振り返っていいですか、はい、まあ、パッケージオプションで約90万円、はい、なかなかっすね。なかなかですね。87万7千円だったかな、はいはい、ということで、新型のサイレンサーエキゾースト、はい、過去黒だとシフトスピードが上げる側 30%、はい、ダウンするが 40% 短縮されてるらしいです、はい、ただシフトスピードが速くなってる、速くなってます、はい、そして磁性流体のダンパーも、まあ、セッティングが硬くなってて、はい、まあ、ロールが抑えられてると。だとステアリングに関しても 10% ぐらい高速化してるらしいです、はい、遊びが少ない、なんか元々少ないんですよね。元々少ないと思います。それがさらに高速化してるらしいです、はい、だと専用セッティングのトラクションコントロールと、はい、だとマットアイアンシルバーの、はい、グリル、はい、ただこれに関してはあの変えてるケースとかオプションでグリル選べるんですよね。選べますね。だここに関しては、まあ、パッケージに入ってるんですけど多分変えてるケースもあると思うんで、はい、まあ、見分けるポイントにはあんまりならないのかと、はい、マフラー同様だとはハンドリングスペシャルのバッジがついてくると、はい、一番はこのバッチですね。そうですね。ここをさすがに移植してるやつは多分なかなかねないと思うんで、はい、そしてオプションに関してはあいいかオプションに関してはじゃあ入れときますこの辺バン、はいはい、一覧をそんなにオプション強強じゃないですけど、はい、もうハンドリングスペシャルで全部帳消しかなっていう、うん、はい、ないっすもんね。そうね、逆にこれ今ノーマルの状態だけどツッチパフォーマンスしたらなんかどういじれる感じかな。いやちょっと車高と出面が気になります、うん、あそう、はい、ローダウンとスペーサーぐらいはやりたいかなっていう。もしね、はい、お金をかけるんだったらね。そうですね、はい、参ります、はい、えい。結構でも今カリフォルニアとかってあの流行ってるわけじゃないかもしれないけどルーフをラッピングツートンする人いますよ。あーなるほど、うん、黒とかってことですか。黒とかもともとツートン乗ってオプションであったんですけど、はい、まあ、塗装だったりすると大変なんで。確かに確かに気軽にできますよね、うん、おすすめだったりしますね、はい、そしてこのレスポンスやばくないですか、うん、でもフェラーリに感じません。フェラーリにしては結構の太いなって音。ああそうですね、音太いですね。太いんですよね、はい、太い太い参ります、はい、えい。バックの映りもそんなに悪くないですね。あれさえで戻しておりますね、はい、あ、それいろいろ出せるんですよね。出せます。よいしょ。取り回しはどうですか。久しぶりに乗りすぎて、ね、はい、取り回しはあんまりよろしくないです、うん、はい、でも結構、はい、カリフォルニアってさっき車高落とすって言ったじゃないですか、はい、落とすと結構大変なんですよこれ、扱いが、はい、初めて乗らせていただいたカリフォルニアがローダウンしてまして、うんうん、苦労しました。あつってフロントもそうだけど、はい、腹下がやっぱやばいね。ああなるほど、うん、ああ結構これ前の長さ感じますね、うん、久しぶりに乗るとだから結構落とす場合には、はい、要フロントと相談してもらってやるのがいいと思います、はい、あこういう感じでしたっけ。あブレーキめっちゃ効く。ブレーキびっくりするぐらい効きますね。最近乗らせていただく車のギャップがすごいんですよ。どういう空冷乗ったりランクル乗ったり、うんうん、ヤリス乗ったり、うん、はい、振れ幅がそうね、いろんなのね、いろんなのあるね。だけど覚えてないよねもうね。
麻痺しちゃってる感じじゃない。いやもう本当に触れ幅が最近衝撃的だったのは、うん、V12 バンテージ、うん、AMR、うん、あれ衝撃でしたね。どうでしょうね。いやまあそれはその動画で。ああそうね。そうね、はい、はい、思いました。行きましょう、はい、とりあえずステアリングのそのクイックさを、はい、はい、で乗り味に関しては今コンフォートですけど、はい、あれでもそんなにこうめちゃめちゃクイックな感じは。あ、これちょっとステアリングやばいぐらい効くかもしれないです。これステアリングやばいぐらいレスポンスいいですね、うん、遊びがない。遊びがないっていうか、うん、思ってた切れ角の2割増しぐらいで車が切れてっちゃうんですけど、うん、でもそれぐらいわかるでしょ。わかります。全然違いますね、うん、これあの正直カリティ の, そのハンドリングスペシャルついてないのと乗り比べてないんで、うんうんうん、どのぐらい違うのか分かんないですけど、うん、あの一般的な車の感覚で言っても信じられないぐらいステアリングがクイックです。それが一番ダイレクトじゃない。だって今さっきの話じゃないけどずっといろんな車を今乗ってるわけじゃないだ。 なんていうのかな、その感覚で見たらやっぱそれでもすげえ切れるっていうのはもうすごい、そのそれが真の答えじゃないかなと思いますよ。あ、うん、先入観のない。 先入観ない、うん、今切った瞬間にあれと思いました、うん、その感覚ってすごい大事じゃないかなと思いますね。ただ足の硬さに関してはやっぱりちょっと乗り比べないと分かんないかなっていう気はします、うんうんうん、でも全然助手席は乗りやすいと思いますね。あの元々 GT カーを目指して作られてるんで、うんうんうん、ちょっと違うんですよね車の作りが他のスポーツモデルと。もともと車の乗り心地は割といい方だと思うんで。いいですね。でもなんかね、フェラーリを最初に乗られる方をこうターゲットに作ったって言うじゃないですか、はいはい、でもカリフォルニアってこれ乗っちゃうと次の車悩むんじゃないかなっていうぐらい。あ、確かに。やっぱりそのなんて言うんですかね、次のフェラーリっていうよりかは、うん、まあ、まあポルトフィーノになるのかもしれないですけど、はい、そういう感じになりますけどね。うわ、めっちゃ曲がる。本当にカート買ってぐらいハンドル効くんですけど、うん、やばいっすよこれ。本当にああ、こんな感じのカートの。これすごいな。ブレーキめっちゃ効くし、うん、ちょっとこれ走ってみたいっすね、うん、熱いところを。熱いところをね、はい、購入してからね。そうっすね、はい、でも乗り心地、その嫌な嫌味がある感じじゃないですか。不快な感じの感じではないっす。ただステアリングの切れ角はちょっとこれやばいぐらい切れちゃうんで、うんうん、一回ちょっとその意識をしてハンドル切った方がいいってことですね、まあ、ちょっと曲がるぐらいだったら大丈夫ですけど、うん、ブレーキめっちゃ効く。わ、すげー曲がりますよ、うん、足も全然、うん、硬くなってるって言うんですけど、うん、まあ、多少硬いかな。で本当分からないぐらいだと思いますよ、うん、結構さ、やっぱりさっき足回り落とすのもあったけど、はい、女性乗られることもあるじゃないですか、はい、こうやっぱりあんまり落とすぎてもちょっとあれかもしれない、ね、あ、確かに。あ、これだったら全然助手席人が乗っても不満は出ないですね、うん、ねえねえねえ、これまさかコンフォートだと変わらないとそんなことないですよね。やってみる。全体的にパーセンテージアップってことですよね、うんうんうん、そうそうそう。ですよね、うん、スポーツしてみれば。いや正直コンフォートだと全然足違いが分からないぐらい、うん、乗り比べてないけど、ちょっとスポーツにしてみます、うん、いや、ステアリングはこれやばいな、マジでグワッていくじゃないですか、うん、あとちょっともうちょっと音を大きくしたいな。いや、意外に大きいと思うよ。麻痺してますよ。マジですか。麻痺してますよ。いい音してますよ。のぶといんですよね、うん、はい。これやばいぞ。これはやばい。これシフトスピードも全然違う、うん、違うのかな。いやいや違うと思う、はい、多分全然違うと思うよ。だってポン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 入ってるじゃない。もっとダイレクトじゃないですか、うん、ガツンってきますね、うん、なんか乱暴になってる気がする、普通のより、うん、なんかすぐ加速みたいな、うん、シフトアップして。だから究極の試して、はい、なんていうのかな、
オープンカーとスポーツカーを両立した感じでしょう、はいはい、ああそうっすね、うん、これ今回屋根開けなくていいっすよね、うん、いいんじゃないの、はい、いいっすよ、そこじゃないっすよね、そこじゃない、ハンドリングスペシャルの回なんで、うん、屋根開けてる回はちょっと別の回で、そうですね、はい、見ていただいて、いややっぱこれちょっと乗ってみたい、でも気づきません、屋根開く車で音全然してないですよ、キシミ音とか全くしてないですよ、でむちゃくちゃボディ硬い感じはしないんですよね、しないしないです、だフェラーリって なんていうのね、やっぱりエンジンの車とか走りの車のイメージあるじゃないですか、フェラーリって、はいはい、でも作りってちょっとなんか言葉悪いですけどちょっとこう二の次なところもあったりするイメージが若干あったりするんですけど、はい、しっかり作られてません、そうっすね、オープンカーとしてはギシギシ音しないですもんね、しないのよ全然、けどなんか車めちゃくちゃ硬い感じもしないですよね、うんうん、なんかうまくいなしてる感じが、速い絶対、だってこれ出た時458より速いって言われてて、そうなんで速い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 、これは絶対速いいやこいつ帰りますこれ以上ちょっとこれはもう片鱗を味わっただけで無理です、これはこれ早い、これ以上調子に乗っちゃうとツッチーが爆走しちゃうんで、ですね、本当に低速で走るとびっくりするぐらい普通じゃないですか、うんうん、もう全然ギクシャクしないし、うんうん、もう静かだし、うん、けど一回走り出すと、うん、変速も加速も信じられないぐらい速いし、そうそう、ブレーキ鬼のように効くし、うん、なんだろうね、この加速感でもやばいっすね、細マッチョだね、細マッチョ、そうっすね、脱いだら結構細マッチョみたいなね、これ今日はこのぐらいでやめておきます、うん、これちょっと乗ってみたいな、でももっと買っちゃえばいいんじゃない、いやいやいや、でもこれはちょっとやばい、いや走行に関わるオプションフェラーリあんまりないんですよねって、うん、ちょっとハンドリングスペシャル覗くって感じですよ、うん、これちょっと見直した感じですね、そうですね、まあでも基本的にこの辺ってもうそもそもそのスポーツモデルと違ってスペシャルモデルがないですもんね、うん、ないね、だからこれを使ったなんかワンオフモデルみたいなのはあったりしますけど、うんうん、まあ、その代わりなのかなっていう、あ、うん、そう考えたらそうかもしれないね、そうですね、うん、さすがにスペシャルモデルほどは違わない、うん、まあエンジンも一緒ですから、うんうん、ですけど味付けはもう間違いなくもう普通の、うん、カリティじゃなかったと思います、うん、まあ、僕が言うんであんまり説得力ないかもしれないですけど、いやいや、あれじゃないの、じゃあ例えば家族に乗られて旦那さんも乗れる、奥さんも乗れる、そうですね、そうですね、普通に全然乗れちゃうと思います、うんうん、それの究極版って感じですかね、ただ、まあ、ブレーキもめっちゃ効くし、うん、アクセルも信じられないぐらいこうレスポンスいいんで、うん、踏み間違いだけは気をつけてくださいそうね、はい、飛んでっちゃうね、はいはい、そんな車でした、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、じゃあ最後になりますけども、はい、カリティやっぱりいいっすね、いいと思いますね、はい、価格帯的にも今まあだいたい2000万前後じゃないですか、他の車2000万前後で考えてこのパフォーマンスとこの非日常を感じられる車って少ないですよね、確かにこうエンジンに乗れて屋根も開いて、はいはい、このパッケージングっていうのはなかなかないかもしれないですね、そうですね、でフェラーリですからね、確かに、はい、でもちろん新しいポルトフィーノも出てますけど、はい、ポルトフィーノまだ高いですね、まあね、ちょっと値段いろいろね賛否ありますけど、もう1000万円ぐらい高いですから、はい、なんでまあこの辺刺さる方おそらく多いと思いますので、はい、ぜひお問い合わせください、というわけで今回はフェラーリカリフォルニア T をご紹介させていただきました、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。